はい、どうも風白郎です。今回はですね、私主催の企画作者当てゲームの作品の一つを朗読したいと思います。テーマは星空に思うことで、現在計9名の方が参加しております。作者名は伏せてありますので、誰の作品だと思ったか考えながら聞いてみてください。それでは行きましょう。星空に吠える声。あたりは闇に包まれていた。道を照らすのは手元のランプと星明かりだけ。住民はほとんど皆寝静まっている。例外があるとするならば、よく問える大声が静寂を破った。狼の声だ。俺は背中に担いだライフルを手に取り、小走りで行為のした方に向かう。石畳に俺の靴音だけが響く。続いて銃声が届いた。2度、3度と爆音が静けさを貫く。しまった、誰かが遭遇したらしい。俺は小さくしたうち、さらに走った。路地裏に入り込み速度を落とす。震える息遣いと荒い鼻息が聞こえてくる。俺はランプを消し息を潜めた。ゆっくりと近づき、この影から様子をうかがう。星明かりに影が浮かび上がった。人のようでありながら、しかし明らかに人とは違う。顔は前方に伸び、口は大きく裂けて牙が覗く。尖った耳が頭の上に生え、全身を覆う毛皮が輪郭を大きくしている。体つきはたくましく、獅子の指先には鋭いかぎ爪がついている。尻尾をふさりと揺らすその影は、人の姿をした狼と形容するのがふさわしい。俺たちは彼らをワーウルフと呼んでいる。ワーウルフは昼間は人間に紛れているが、夜になると変身して人を襲う化け物だ。腰を抜かした男の手元から火花が飛び、轟音が発した。狼人間はたじろぎこそすれ、死ぬどころか逃げるそぶりも見せない。銃弾は当たっているはずだが、彼らには蚊に刺された程度にしか感じないらしい。狼人間は牙を剥き、体勢を低くする。今にも飛びかからんとばかりに足に力をためている。狙われている男は逃げればいいのに、地べたに尻をすりつけながら拳銃を握っていた。震える手で何度も発砲する。当たった弾丸は怪物の気を削いだが、根本的な解決にはならなかった。俺はライフルを構え、狙いを定めた。そこからの台に重心を乗せて固定し、支える腕にも力を込める。狙うのは比較的肉の少ない脇腹だ。狼人間が飛びかかろうと注意を獲物に向けた瞬間、俺は引き金を引いた。比較にならないほどの轟音が耳をつんざき、反動で腕にしびれが走る。銃弾は狙い通り命中し、化け物は短く悲鳴を上げた。こちらの存在を認め、牙を剥いて方向を上げる。怒り暴れるかに見えた次の瞬間、狼人間は急に苦しみだした。痛みにか細い泣き声を上げ、撃たれた箇所をしきりにこする。やがて声はどんどんかすれていき、全身が痙攣したように小刻みに震える。最後には倒れ込み、泡を吹いて動かなくなってしまった。ランプの明かりで瞳を照らし、死んでいることを確認する。それを見て腰を抜かしていた男も安堵したようだった。狼人間に銃は効かないけれど、俺が奴を殺したのは、俺が使ったライフルが普通でなかったからだ。正確に言えば、俺のライフルには銀の弾丸が込められていた。どういうわけか、狼人間は銀の弾丸を使った時だけ殺せるのだ。銀は自然の力が強いとか、魔を払う力があるとか言われているが、本当の理由は分かっていないらしい。一人で帰らそうか。ライフルを担ぎ直し、腰を抜かしている男に問いかける。男は地べたに座り込んだまま足を震わせていた。どうやら立てないらしい。仕方なく腕を引っ張り、やっとのことで立ち上がらせる。送っていこう。あ、はい、ありがとうございます。俺の申し出に男はペコペコと頭を下げる。それを見てから男に連れ添って歩き出した。夜明けはまだ遠い。朝日が星空を塗りつぶすその時まで、一時たりとも気が抜けなかった。おぼろげな印象が途切れ、
見慣れた安い天井が目に入る。寝返りを打ってしばらく自分の部屋を眺めた。日はすでに昇りきっているらしく、窓から差し込む光は明るい。ああそうだとようやく意識が現実感を取り戻した。昨夜のパトロールが終わって糸が切れたように眠ってしまったのだ。帰ってすぐに眠りこけてしまったらしい。愛用の銃が机の上に無造作に置かれている。俺は立ち上がりあくびをした。銃身を軽く拭いてからケースに入れる。着替えを用意し浴室に向かった。ザバンと水をかぶり眠気を飛ばす。汗を流すと昨日からの緊張がほぐれる気がした。体を拭いて服を着ボタンを止める。パンと卵で簡単な食事をとっていると部屋の戸を叩く音が聞こえてきた。戸を開けた先にいたのはひげの濃い壮年の男。硬いスーツを身にまとい首元の蝶ネクタイもきっちりと締めている。聖司、君に客人だ。準備ができたらすぐに降りてこい。場所は3番の応接室だ。承知しました。短い会話を交わして男はさっさと階段を降りていった。それを見送ってから部屋に戻る。急いでパンをかき込み水で流し込む。ジャケットを羽織りライフルを手に取る。銃弾を確認して武装しいつもの仕事着が完成した。サイド荷物を確認してから俺は指定された応接室へと向かった。部屋で待っていたのはおとなしそうな青年だった。見たところ20歳くらいだろうか。くたびれたシャツを着ており肩にかける四角いカバンを持っている。彼が今回の客人だ。君に依頼したいことがあると言って尋ねてきた。紹介を受け青年は遠慮がちに会釈する。俺はお辞儀を返し話を促した。実は夜な夜な狼人間が出てくるんです。僕怖くなって。お願いします、退治してください。青年はパッと頭を下げた。腕を震えており切羽詰まった印象を受ける。俺は頭を上げるようにまっすぐに青年の瞳を見た。夜な夜な現れる狼人間か。そいつが出るのはどこだ。あ、はい、それはこれから案内します。質問に答えてから青年はわずかに目を伏せた。小さく口を動かしためらいがちに言葉を紡ぐ。聖司さんは今までに何体もの狼人間を倒していると聞きました。だから今度は倒してくれるんじゃないかってそう思ってここに来たんです。あの、できますよね。もちろんだ、尽力しよう。俺ははっきりとした声で答え、ライフル銃を見せる。青年はほっと表情を緩めた。ありがとうございます。それじゃ、案内しますね。青年に案内されるままついていくと、古いアパートが見えてきた。3階建てで小さな部屋が詰め込まれている。屋根の塗装は剥げ、門にも少し錆びている。青年は狭い外階段を登っていき、最上階の隅にある部屋の鍵を開けた。ここが僕の住んでいる部屋です。どうぞ中へ。青年に言われ俺は部屋に上がり込んだ。部屋の中は斜陽が差し込むだけで薄暗い。机やベッドといった最小限の家具だけが置かれている。他にあるのは古ぼけた本と大きな望遠鏡、そして天井からぶら下がった星座のモチーフくらいだ。その本棚には星や天文関連の書物が並んでいた。星が好きなのか。はい、学校でも天文学をやってまして、この望遠鏡は教授からいただいたものなんです。青年は笑い愛おしむように白く太いその筒を撫でたが、不意にその表情が曇る。月の表面も見えるくらいいい望遠鏡なんです。でもやっぱり遠くにある惑星まではなかなか見えませんね。青年の表情は物寂しげだった。憧れを実現できず、しかし諦めきれない、そんなところだろうか。星といえば夜闇の印象しかない俺にはわからないが、彼が見ようとしているのはきっと明るい希望なのだろう。俺は話を聞きながら部屋を見回していた。狼人間退治のはずなのに、
依頼主の家に招かれるとはどういうことなのだろう。この部屋のどこかに潜んでいるのだろうか。だが、この部屋に俺と青年以外の気配はない。ただ、なぜか家具のあちこちに獣の爪痕があるのが気になった。本題に移らせてもらうが、退治してほしい狼人間というのは？俺が問うと、青年は顔を上げた。窓の夕日を背にして、まっすぐに俺の方を向く。僕です。僕が狼人間なんです。なんだと？俺は自分の耳を疑った。抗議するように青年を睨みつける。そんな俺の前で青年のシルエットが変化した。斜陽が尖った耳をくっきりと浮かび上がらせ、牙がその光を反射する。俺はとっさにライフルを構え、銃口を向けた。狙いを定める先には、最初と同じ青年の姿。はっ、まさかそっちから俺に殺せと頼むとは、どういう猟犬だ？皮肉を投げかけても、青年は動じなかった。伏し目がちに悲しげな表情を浮かべている。青年はしばらく黙っていたが、やがてポツリポツリと話し始めた。怖くなったんです。夜になって変身してしまうと、見境なく人を襲うようになる。それで俺に依頼したか。俺は油断なく青年を見据えた。いつでも引き金を引けるよう、しっかりと狙いを定める。青年は逃げなかった。ただこちらをじっと見つめている。逆光のせいで表情は分かりにくいが、瞳に怯えが見えた気がした。聖司さんは、どうして狼人間が生まれたと思いますか？静かな問いかけに、俺は答えられなかった。マヨネを寄せたのは、きっと向こうも気づいているだろう。俺が生まれた時には、すでに狼人間の脅威があった。だから、どうして狼人間がいるのかなんて考えたことはない。どうやれば殺せるかとか、せいぜいそんなところだ。俺が答えないのを見て、青年は話を続ける。僕の母は狼人間でした。母の父、つまり母方の祖父も狼人間でした。俺はわずかに目を見開いた。狼人間同士の家系など知らなかった。俺にとって狼人間とは、夜闇に現れる怪物でしかなかったから、同じように家族と暮らしているということ自体が素直な驚きでもあった。そういう血筋だ、ということか？はい。曾祖父も、そのまた親も、狼人間だったそうです。ずっと遡って、7代くらい前の祖先は、この大地で生まれたものではなかったそうです。というと、俺が尋ねると、青年は赤みがかった空を見上げた。その顔はどこか憂いを帯びている。ご先祖様は、あの空のずっと向こうから来たと聞いています。空の向こうからだと？あんた、俺の狼人間は天から来た神か天使やとでも言うつもりか？俺は声を低くし、威嚇するようにうなった。腕に力を込め、さらに銃口を突きつける。青年を当てて違うと弁明した。そういうわけじゃなくて、あの星々の間に僕らが住むこの大地のような惑星があって、そこには狼のように毛深くてたくましい人たちがいて、そのうちの何人かがこの大地にやってきたんだそうです。彼らがこの大地の人たちと交わって生まれたのが狼人間だと祖父から教わりました。本人もきちんと理解しきれていないのか、冗長で拙い説明だった。説明を受けても半分も理解できているのか怪しい。ただなんとなく得体の知れない存在だということだけは分かった。それで、その先祖はどうしてここに来たんだ？もともといた人間を殺して武力で制圧し、この大地を自分のものにするためだと聞きました。静かな言葉で語られる内容は、しかし苛烈なものだった。ろくな奴らじゃない。そんな認識が俺の中で強まっていく。だから僕たち狼人間は暴れてしまうんです。変身すると侵略者としての意識まで蘇って、安穏と暮らしている人間たちが憎くなってしまう。すべてを奪いたくなってしまうんです。青年は語りながらも、
顔を押さえてガタガタと震え出した。自分の中で起きる変化に怯えているようだった。俺は銃を構えたまま短く息を吐き出す。あんたの気持ちまではには俺には押し量れないが、俺の神人間が殲滅されるべき侵略者の子孫だってのはよくわかった。青年はゆっくりと顔を上げる。俺の言葉に気を悪くしたわけではなく、ただ悲しげに微笑んだ。はい、ですから退場お願いできますか。無論そのつもりだ。動くなよ。心配はいらないと俺は力強く返答した。俺はプロだ。話を聞いたところで敵を殺すという意識は変わらない。青年は静かに笑ってこちらに背を向けた。ほとんど沈みかけた日の光が寂しそうな表情をくっきりと浮かび上がらせる。思い残すことは何もないなんて言えたらよかったんですけれど、実はちょっと心残りがあるんです。変身するたびに恋焦がれた先祖の故郷の星の姿を一度でいいから見たかったな。窓の外で闇が光を飲み込んでいく。太陽にかき消されていた星々が姿を現し始める。目の前で大きな獣が吠えた。細長い口から発せられるのは悲しい感嘆の響き。見たこともない星への憧れを遠く遠く届かせようとしている。ギラリと憎しみの光を宿す相棒と目があった。臨戦の息遣いが聞こえてくる。俺は無意識に引き金にかけた弓に力を入れていた。以上で星空に吠える声でした。ありがとうございました。